9月14日に行われた陽生社長バースデーイベントを控えたある営業日、雫部長の提案でこんなイベントが開催された。お店として初めてとなるプロモーションビデオの撮影にあたり、出演できるメンバー6名をこのイベント日1日の売り上げで決定してしまおうというものだ。予想外の結果となったこのイベントの模様をお伝えしよう。前回いきなり29万円のシャンパンが入った優の席、同じオープニングメンバーであるコートやフミがサポートに入る。同期ではあるが、もちろん全員が PV 出演権をかけたライバル。バースデーイベントを終えたばかりの夏希が同伴してきている。いつになく余裕の笑顔。選抜に入るのは間違いなさそうだ。妖精も他のキャストを気遣いながら自ら場を盛り上げていく。肉まんま食ったよ。無理に肉がダメなの。すでに社長としての立ち回りに抜群の安定感が出てきて。じゃあ今日バラバラ行くぜ。乾杯。行きます。風邪ひいてんの。こちらお受けしてよろしいですか。はい、ありがとうございます。ください。はい。ホスト DB では知名度がかなり上がってきている子。リーダーに昇格してから振る舞いと接客姿勢にスマートさが備わってきているように。気がつけばたくさんのテーブルでシャンパンが次々にオーダーされ、店内にはシャンパンコールが鳴り響いた。今回の企画の提案者であり、ファーストオーダーでしゃぶりが入った雫のテーブル。今度はなんとドンペリニオンロゼ、通称ピンドンのオーダーだ。1本43万円のシャンパンであるため、このテーブルだけですでに会計総額が50万円を超えている。シャブリからのピンドン、ありがとうございます。じゃあピンドンオープンいただきます。はい。3、2、1、1、ありがとうございます。そしてここで雫と妖精に対してスタッフからある提案が。妖精社長、雫部長、はい、ドンペリニオン、なかなか普通の人口にできないと思うんですよ。はい。しかもピンクのドンペリ、ピンドンですね。これを見ている飲んでない方へ分かるようになんですけど、はい、しかもホスト的なかっこいい要素も入れて、はい、言ってもらっていいですか。一人ずつ。そうですね。ちょっと一口ずつ。これショートコーナーですか。僕からですか。じゃあしずくさんが行きましょうか。はい。まずグイッと一口飲んでいただいて、はい。これはね。うん、やっぱりピンクだけにあって、普通のドンペリより透き通ってますし、あとはなんか不思議な気持ちになりますね。笑わないでくださいよ、真剣なんで。あれやね、不思議な気持ち。不思議な気持ちになりますね。やっぱり高級な味がありますから、高級な気持ちになってすごく楽しく味わえると思います、お酒を。そして担当さんと飲むときはすごくいい時間を過ごせると思います。なぜかというと担当さんもテンション上がりますからね。でお客様テンション上がる、テンション上がった同士でたどり着くとこは癒しの空間です。
今の2人、もう一回やってもらって。よし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 よい歌、よい歌。はい、今の2人もう一回やってもらって。わかりました。じゃあ、あの先生、あの僕がもう一回継ぐとこからですか。はい、あたかも、まあ、1回目みたいな感じ。これ新しいな。ドンペリニョンって、はい、普段あんまり飲む機会ないじゃないですか、普通の方。そうやめて。いやいやいや、もう笑っちゃうかんねん。これで、ましてやピンクのピンドンですよね。なんかめったに口にできないので、はい、まだ飲んでない方とかに分かりやすく、はい、しかもモスト要素を入れてかっこよく、はい、ちょっと味の紹介をしていただいていいですか。はい、でまずグイッと飲んでいただいて。お願いします。いただきます。まずドンペリピンクなんで、まずピンドンを飲んだら、ちょっと待って、もうめっちゃ笑ってますもん。ちょっとあのつなぎでますもん。あのもう一回、あのちょっと俺ばっかりもう。もう一回あのあったところから。分量分ですね。もう顔熱っ。すいません、あのドンペリニョンって分かってくるさ。ちょっと待ってよ。普段ちょルカルカ、ちょっと熱いから。熱い顔熱っ。あ、そう、これがあった。あの結果熱くなるでよろしいでしょうか。いや、ざっくり、ね、一生懸命やってるから。ちょっと待ってください。鈴木さん、はい、ドンペリニョンって普通の人があんまり口にすることってめったにないじゃないですか。味の説明を、はい、ちょっとかっこいい要素も入れながら、はい、ちょっとレポートしてもらってよろしいですか。はい、お願いします。いただきます。ちょっと待って、ちょっと席離してもらっていいですか。ゲップめっちゃ出てる。うぇっ。あの、もう一回あの、赤のうるせぇな、マジで。 PV 出演への思いを抱きながらさらに熱く展開されていく対決イベント。次週は怒涛のシャンパンコールラッシュ、そしてキャストの本音が現れた瞬間まで、カメラはその人物自体に迫っていく。次週もお楽しみに。これ放送できますか。これは放送できないです。ちょっとメディアルスー